安全運転した方がいいよ、ここ暗いし細いし。まあ今日変なのないからいいや。終わった。もしかしたら降りてすれ違うかもしれないけど、まあいいや、すれ違いぐらいなら後ろにいなきゃ。まあいたわ。あの時の U ターンした時、あいつら先に行かせやがったな。いや、わかんなかった俺、した段階で。いたの、存在いたの知ってたらもう言ってたよ俺。ここまで来たと譲れないからさ。うん、てっきり気づいてんだと思ってた。いや、全然言えばよかったね。全然気づかなかった。じゃあこのまま行って、実際行っちゃいますよ。でも帰る、今日は。明日に備えよう。車中泊できるように準備しておいて。いや、今日はしないよ。うん、いや、わかんないから。何があってもいいよね。まあ結局しないって言ってもしたりしてたから。一番の問題はあれなんだよ、ココちゃんのご飯の問題があるから。常に持ち歩かないと。説教タイム始まってんの。あ、またやってんの。あいつだからもう女性スタッフ全員にはもうああいう態度なんだよ。他の最初他に呼ばれたスタッフの子ももうああいう横暴態度取られたって言ってたし。まあ頭悪いんだからもう来んなよ。そっか、できんできないんだ。もうしてほしいの。なんでしてくんねんだろ。大人になったらすぐああいうのできんしてくれんのに。ちょっと優しすぎだな、若干。迷惑してるじゃん、みんなこっちは。だって何回も同じこと言って、何回も同じことやってるやつをなんで出禁しないのかなって疑問では。すげえもんさ、1回で1万円くらい使ってくれるんだったらまだわかるけどさ、みんな1000も使わねえような基地外に、なんかさ、行ってもらうメリットなんかありますって。だって普通に歩き方も不審者だし、相当気味悪いって言うのがある。ちっちゃい子とか周り近くいたら、親御さんいたらちょっと警戒しそうなタイプの不審な動きっていうか、もうなんか不審だもん、歩き方が。あー楽しいね。
せてやるよって、みんなそうやって金にやって遊んでんだよ普通の人だって。きちんしかお払い消費がないんですよね。できたんだけど急にできなくなった。よくわからん。え？みたいな。どういうこと？みたいな。そっちできるとこ。え？取り込み。何が？パソコン。知らない。あ、やったことない。今とか。なんか聞いていけないもん。だってスマホもう一台あるからそっちがバックアップになってくるからさ。あ、そういうこと。うん。MacBook は本当閲覧専用だね。思いを。思い出を見る専用の機械。古いと役に立たねえってことはやっぱりよくある。いや、あのね、スペックはいいんだよ古くても。そのもう iOS を対応させなくするから、あれほんとゴミだと思う。ああ、そうやって新しいのを買わせたいからしょうがない、ね、そう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 、あれほんとにひどい証拠だと思うよ。だからもう iOS 対応してないやつはゴミつって休むでしょ。ただ俺機能的にすげえと思うけど。いや、 MacBook はでも優秀だと思うよ。うん、なんでこんな優秀なもん切り捨てんだろう。だからもうネットとか全然開かねえ。そうか、あれは僕ってあれなんだ、小丸峠が嫌なんだね。歯入ってた。震えてたじゃん、すげえ。ああ。全然落ち着いてんの。ここポップコーン。サダミでね、そういうのない。このハーハー多分暑いからハーハーしてるだけだけど。ちょいちょいちょい。今日はもう帰ろ。膝が入ってた。ちょうどいいね。この時間帯が。正面に。